京都博覧会は1871年に開催された日本で最初の博覧会。それに連なる博覧会と合わせて1871年から1928年の間合計56回開催された。初回の会場は西本願寺。会期は10月10日から11月11日であった。京都府の支援を受け、三井八郎衛門、小野善介、 熊谷九衛門が主催した。その後、京都博覧会社が設立され、西本願寺、県民寺、地温院、京都市官業館などを会場として、以降の京都博覧会が開催された。開催会については、1872年の京都博覧会社設立以降の博覧会に、不満されている。京都博覧会社は、京都博覧協会と名前を変え百三十七年に、 解散した。英語のホラフ初期は外国人への PR も図られた。1872年の第1回では外国人に向けた告知が東京の日本橋、横浜、神戸、大津の札の辻、石場、小舟入り、大阪の八軒家、高来橋、川口、日本橋に掲示された。一方、当時は外国人の国内移動が制限され、 博覧会訪問には大阪、または兵庫で自国の領事による認証が必要であり、博覧会に伴う遊覧は、京都府と彦根から草津、片田にかけての琵琶湖に限られた。1873年の第二回では、京都府顧問の山本角馬により英文案内が作成された。1897年に会場として、第四海内国官業博覧会の工業館を、 移築した博覧会館は、ルミエール兄弟の作品を映画化した、ルミエールに登場し、京都最古、日本でも最古級の映像となっている。ありがとうございます。